日産自動車栃木工場空撮日産自動車栃木工場は日産自動車の主力生産工場の一つであり、主としてインフィニティブランドを含めた高価格帯車両を製造しているほか、鋳造部品やアクスル関連も製造している。所在地は栃木県河内郡上川町上、加茂2500。プラントコードは M。 1968年にアルミホイールスチールの鋳造をスタートさせ、翌1969年にはアクスルの機械加工、組み立てを、そして1971年の組み立て工場の完成に伴い、車両の最終組み立てまでを行う一貫生産体制を確立した。また、1999年10月に発表され、 翌年4月から実施された日産リバイバルプランの影響で一時期、FF 車、FF ベースの 4WD 車も含め、様々な車種が混同製造された。2001年3月の村山工場の閉鎖に伴い、それまで同工場で生産されていたスカイラインやローレルの生産が栃木工場に移管され、現在ではその流れを組み、主に FR 車内市は、 FR ベースの 4WD 車が生産されている。敷地面積はテストコースを要する関係で292万2000平方メートルと日産自動車の国内工場としては最大の面積を有しており、従業員も日産自動車の工場で最多の約5200名が働く6月現在。生産能力は年間約25万台。工場は 内陸部に立地するため、遠隔地並びに、海外向けの車両については、キャリアカーで、追浜工場まで運ばれ、同工場の専用不団から輸出される。また、2010年からは、北関東自動車道三戸方面の開通に伴い、茨城県の茨城港日立港区も輸出港として、使用されている、シーマ GTR。ありがとうございます。